おはようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂上プロです。マテリアルのあゆみです。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組はさまざまな才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を追求するために発信している番組でございます。はい、はい、ということで今日は5月の7日でございます。もうね、5ヶ月目ですよもうなんか、この間正月やってなかったっけみたいなね話なんですけど、なんともうすぐ半分終わるかもしれないね。もうだから3分の1終わってますからね、はい、3分の1終わってますはい、でそして今日は、ゴールデンウィーク GW ですね、はい、GW 真っ最中ですね、はい、まあ、あのマテリアルでもね、はい、ちょうど今、はい、あの祭りです。この祭り中です。はい、グッチョイグッチョイ祭りあの見た時にみんな面白かったらグッチョイってぜひ言っていただきたいですけどね、はいはい、グッチョイ祭りをやっておりますので、はいはい、今日もまたそのね お知らせもさせていただくんですが、はい、その前に、5月7日どんな日ですか。はい、あゆみのこの日何の日、はい、拍手の日、拍手、はい、博士ですね。博士ってか、はいはいはい、僕ね、あの友達にね、ひろしってやつがいるんですよ、うん、で、博士って書くんですけど、博士って書いてひろしなんですよ、うん、俺、名前負けしてんねんって最初に言われてまあ確かにお前も博士じゃないわなでもその人が博士になったら博士博士になっちゃうね。そうやね、うん、そうやね、ね、うん、ね、すごい、そうそうそう、藤林博士言うんですよ藤林博士博士になるってですよね、はいはい、まあどうでもいいんですけど、はいはい、1888年明治21年の、5月7日に植物学者の伊藤健介、はい、数学者の菊池大六、はい、生物学者の山川健次郎など25名に日本初の博士号が文部省より授与された日となっております。当時のね、博士号は論文の提出によるものではなく、うん、教育への貢献を評価されたものだったそうです。うーん、はい、なるほどなるほど、そういうこと、まあ、適当に決めたわけじゃない。ないです当然ですすごいことなんですから、博士号ね、いただくっていうのはすごいことですよね。日本初やからね、はい、すごいな、すごいですね、まあ、はい、今はね、起用論文つって論文を何本出してとかっていうのを、ちゃんとその大学ごとで決められてたりとかいろいろするんで、で、なんかそのそれぞれの何々会とかそのね、学会やら何やらとかいろんなところでね、出したりとかする感じになってると思いますけど、はい、はいはい、そしてもう一つ、はい、はい、粉もんの日、おー来た、はい、粉もんです。もうこれ大阪人燃えるよ、燃えるやつ、はい、日付はコーナーから来ております。そうね、コーナー合わせです。5月7日でコーナー、はい、はい、たこ焼き、お好み焼き、うどん、そば、パンなど粉を使った粉もんの魅力を PR することが目的で作られております。はい、このね、この記念日を作った団体は、はいはい、粉もんを愛するメンバーで構成される民間団体、はいはい、日本粉もん協会というのがあるそうで絶対それ大阪にあるよねそうですね、なぜ大阪にたこ焼き博物館がないのでしょうかとかのメールを受けたことから、うん、食に、ね、欠かせない存在として、うんうん、偉大なる粉もんのキーワードとなるものを、はい、粉もんの魅力を、うん、面白真面目に考える団体が、なるほど、なるほど、すごいね、はい、いやいやいや、ちなみにたこ焼きってどういう歴史をたどってるか知る？わかんない。実はね、もともとは、まあ一番最初はだから明石の卵焼きから始まってるんですよ、はい、だから卵焼きで明石ではタコ入れるらしいでみたいな感じで、うんうんうん、でじゃあ大阪やったらもっとええもん入れろって言って牛肉入れたりとかをしてたんですよ。でそれをラジオ焼きっていう名前でやってたんですよね。ラジオ焼きっていう名前でやってで、ラジオ焼きっていう名前でやっててんけど、その割とね、なんか甘辛いやつを一緒に入れたりとかしてお酒と一緒に食べれるみたいな、そんな感じのメニューでやってたらしいんですけど、いまいち跳ねへんかって、うん、で中身の具をいろいろ変えていった結果、うん、今のたこ焼きになったらしいですよね。まあ、だから最初はだから一応大阪ではその会津屋さんっていうたこ焼き屋さんが、最初にたこ焼き作ったということに、山岡四郎は言ってましたね
おいしんぼね、おいしんぼの山岡城が言ってましたけども、うん、まあ、今で言ったらあれですよ、ユニバーサルシティウォークにたこ焼きミュージアムっていうのがあるので、うん、はい、あそこ行ったら会津屋さん食べれますし、うん、まあ、いろんな、ね、たこ焼き食べれますけどね。でも僕はたこ焼きが一番うまいのはもう間違いなくアメリカ村の大元さんです。うん、めちゃくちゃうまい、もうここは。マドンナも昔食べたことあるし、マドンナ、そうそう、大阪で公演やった時にね、来はったらしいんですけど、で、ね、あとね、最近で言うとね、大阪直美、テニスプレーヤーの大阪直美がファミリーで来て食べていたらしいよ。うん、写真とかサインとか残ってますから、よかったら見に行っていただいてるんですけど、まあ、とにかくね、よくカリトロって言うじゃないですか、ね、ね、たこ焼きはカリトロが美味しいっていうんですけど、違う、しとふわ、もちっていう、もち、結構食感が楽しめるんですね。食感がね、そうなんですよ。だからトロトロしてなんか飲み込むみたいな感じではないんですよ。だからもちもちしてるの、しっかり味わえる。そう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 、これがね、だから、まあ、まあ熱いんでね、その、うん、口に入れたら熱ってなるけど、はいはいはい、ちゃんとね、冷ましながらこう食べたら、そのふわっかりと食べる感じですね。だから表面カリカリじゃないんです、ちょっとしっとりはしてるけど、でこれの僕はおすすめがネギポン酢、ネギポン酢、あ、またネギポン酢最高ですね。醤油が僕好きやったんですけど、醤油とネギポン酢どっちって言われて、今ネギポン酢の方が上ですね。そのいろんな味あるじゃないですか。ありますあります。それは昔からいろんな味はあったんですか。いやいやいや、昔はもうやっぱソースしかなかったです。マヨネーズ、塩があったり、はいはい、そうそうそう、まあ会津さんは塩やったりしますけど、はいはいはい、なんかソースに落ち着いて長いこと、まあほとんどがやっぱソースですけど、今は結構選べるとかありますよね。 いっぱいありますね。だから醤油は結構僕何十年前、20年前か30年前か、そのあれですわ、大元さんに出会ってから醤油をよく食べるようになりましたけど、はい、ぜひですね、アメリカ村のビッグステップの裏手にありますので、大元さん行ってあげてください。お父さんやってますから、お父さんまだ行くよ。はい、行きたいです。はい、はい、で、粉もんの日でした。はい、ということで、これで終わりたいと思います。ありがとうございました。ということで、このプレゼンありかなしかなんですけど、はい、今日はですね、私が、営業しに来ました。うん、はい、自ら営業しに来ました。営業、もう自分の仕事を営業しに来ました。はい、まあ、僕はね、映画も撮らせていただいてますけども、まあ、映画だけでってなかなかね、いろいろ難しいですから、まあ、お仕事としていろんな人から依頼を受けて、撮影したものを、編集して、うん、動画で、配信したり、あるいは納品したりとかいうのもあるんですけども、まあ、中でもね、プロモーションビデオというか、うん、まあ、ミュージックビデオ的なやつもあれば、その人のイメージプロモーションというか、うんうん、こういう仕事をやってますっていうのをイメージチックにこう音楽に合わせて作っていくみたいな、そういうのをやったりとかしてまして、あ、まあ、それをちょっとね、よければ、あ、そういうの俺も作ってみたいなっていう人がいたら、ぜひ声かけていただきたいので、そのプレゼンをしに来ました。はいはい、はい、ということで、今日はですね、じゃあこれ、まあ、僕挑戦者なんで、はい、じゃあこの間ね、そうですね、お坂部さんが丸バツやりましたからね、はい、ということで、はいはい、私か、厳しいですよ。作ってほしいか、あ、そうですね、私が作ってほしいか、ね、あ、そうか、いや俺それは俺断るもん。いや、いや、なんでやねん、なんでやねん、いやいやいや、そんなことありません。もうはい、ということで、はい、やってみたいと思います。はい、はい、このプレゼンありかなしかスタート。はい、ということでですね、まあ、僕がね、プロモーションビデオというか、プロモーション的なムービーをね、作るということで、まあ、例えばそのいろんなパターンがあるんですよね。実際その人の、やってることを撮らせてもらって、それを音楽に合わせて乗せて作るだけっていうイメージムービーもあれば、まあ、ちょっとドラマ風な感じのやり取りがあるとか、あるいはドキュメンタリー映画チックに、何ちょっとしたプロフェッショナルの何たらとか、何たらの流儀とか、なんかそんなようなやつを作ることもできる、いろんなパターンは考えられるんですけど、まあ、実はついこの間ですね、一本作りましたんで、まあ、それちょっとまず皆さんにも見ていただいて、で、あ、こんな感じの作れるんだっていうのをちょっと見ていただこうかなと思います。うん、で、まずはそれをご覧いただきたいと思います。どうぞ。
はい、ということでですね、はい、はい、見ていただいたんですけども、はい、あと3分になってますね。はい、ちょっとそんなに長いこと喋られてもないからと思ってて、はい、まああのね、あれかっこよかったでしょ、ね、めっちゃかっこいい。あのこれまあどういう経緯かというと、まあ僕のね、あの友人のあの脇田隆法さんっていう書家の方が、まああのプロモーションビデオを作ってほしいということで依頼していただいたんですけど、で、あの場所がね、龍岩寺って言って、あの、まあ、脇田隆法さんが龍岩寺なんですよ。龍の目のお寺って書く。でそこのお寺は実は今は生駒山龍岩寺って言ってあるんですけど、真言宗生駒山龍岩寺って言ってあるんですけど、前はあの龍武山龍岩寺って言ったって、龍武山っていうのは龍の峰、うん、要は龍法、龍法山とも呼べるんですよ。だそういうご縁もあって、うん、ぜひここでみたいな話で行ってみたら、もうあの空海像がもう、もう18メーターですよ。ガンダム 17.8 メーターよ、ね、ほとんどガンダムみたいなあのすごい弘法大師像がありまして、もう絶対ここで撮るしかないないうのとか、まあ、いろんなそのお寺の中の、ね、場所をお借りして撮らせてもらったんですけど、まあ、そのお寺の壮大さと、その、脇田さん自身の、各自の壮大さというか、そういうのも合わせて伝えられたらなっていう感じで、こういう、プロモーションビデオになったんですけどね、まあ、海外向け、その海外の方からのオファーをもらいたいということで、こういうその英語が出てくる感じになって、うん、別にあの、カッコつけて英語にしてたんじゃなくて、うん、あの日本人向けでなかったというだけの話なんですね、はい、だからああいう感じの白黒が貴重になって、最後のところだけ、うん、あの本殿のところだけ赤と金色がね、ものすごく目立つように、ラストだけちょっと色をつけたという感じになってるんですよね、はい、まあ、なのでその、まあ、人によりけりです。これはもうだから脇田さんだからこういう風になったっていうだけのことなんで、あのそうでなければあのまた違う、全然違う手法も考えられるんですけど、まあ、こういうこともね、まあ、撮影と編集、まあ、撮影に関しては僕はプロではないので、僕が撮影すると安くはなる代わりにクオリティは下がっちゃうので、あのカメラマンと照明さんを呼べるあの金額さえ出していただければ、あの、頑張って、編集とか、その構成とか、いうのは、まあ、僕の方でやらせていただきますんで、ぜひですね、なんかちょっとやりたいなって、なんかこれをちょっと打ち出したいなっていうのがあったらですね、言っていただきましたら、あの撮らせていただきますので、ぜひ、何かご用命ございましたら、あのご連絡いただければと思うんですけど、はい、お金さえくれたらやるよ、お金さえくれたらやるよ、ちなみに、うん、なんかこう目安となるその金額的なものとか、まあ、いやだから、ね、これが、ね、難しいんですけど、だから、まあ、ピンキリやと思います。そうなんですよ、だからあの撮影がね何日かかるかとかによって、うん、だからたった5分でも、撮影が例えば2日3日あるいは1週間とかってかかってしまった場合は、やっぱりそれなりにそのプロのカメラマンやら何やら入れてくるお金がかかってくるので、まああの本当に何でしょう、50万でできるやつもあれば100万200万かかるやつもあればみたいな感じですね。だから1日ぐらいやったら、まあまあ頑張ってできたら100万ぐらい欲しいけど、50万でもらえるかなみたいな感じかな。はいはい、ということで時間になりましたんで、はい、はい、これで終わります。ありがとうございました。とりあえずもう相談ですね。はい、あの、あの、なんせかかる分には出さなあかんのですけど、うん、僕が一銭も儲かれへんかったらやる意味がないので、はい、一応あのちょっと僕にもお金が残るようにしていただければやらせていただきますので、よろしくお願いしますって感じですね。はい、はい、はい、ということでございました。で、はいはい、やんねんな一応な、はいはいはい、いきます。このプレゼンありかなしか判定。ああ、ありがとうございます。50万か、食べようかな、どこで撮る、どこで撮る。私をより一層良くしてもらうために、ああ、はい、お願いします。より一層東加古川駅とかでしょ。田舎娘。はい、はい、ということでございました。はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは次いきます。あゆみ、はい、はい、
店の情報です。はい、ゴールデンウィーク真っ只中の今、はい、マテリアルでは、はい、チョイス旅を行っております。はい、やってますね。はい、7日、はい、8日、今日と明日、まだ、はい、まだやっておりますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、参加費がワンチョイス1500円、ドリンクお貸し付きとなっておりまして、ツーチョイス楽しむ方は500円引きの2500円、スリーチョイス楽しむ方は1500円引きのなんと3000円です。ね、だから500円足したら3つ見れるってことですね。はい、そうなんですよ。はい、ね、そういうことですね。おー、すごい。ぜひぜひ、はい、スリーチョイス楽しんでください。お願いいたします。はい、お時間の方が、ファーストチョイスが13時スタート、セカンドチョイスが16時スタート、サードチョイスが19時スタートの30分前のオープンとなっておりますので、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、はい、7日8日の内容につきましてはこの後のコーナーで詳しく紹介させていただきます。はい、はいはい、そしてチョイバーを、7日の最後のね、スタートチョイス終わった後に、はいはい、今日ですよ、今日、はい、今日です、チョイバーをしますので、はい、ぜひぜひ飲みに来てください。はい、はい、飲みに来てくださいね。はい、はい、そして5月9日、はい、チームラッシュ走るイベントございます。はい、走りますよ、はいはい、こちら参加費が1000円で、はい、ドリンク付きとなっております。そして18時から、6時からオープンしてまして、19時から走り出します。はい、はい、ですので、ね、一緒にお願いしますのでぜひぜひお越しくださいませ。はい、はいはい、そして、5月12日はクリップスタディ、はいはい、仮想通貨のお勉強会がございます。はい、盛り上がっております、仮想通貨の世界はやばいですよ。はい、はい、日本円がやばいですからね。ねえ、本当にね。ね、こちらはドリンクのご注文を必ずしてもらえることが条件となっておりますので、参加費は無料です。はい、ぜひぜひお越しくださいませ。はい、18時スタートになっておりますのでお越しください。はいはい、そして5月12日、22日はマテリアル雑貨店、はい、次に2日間だけの雑貨店をオープンさせていただきますので、はい、ぜひぜひお越しください。はい、はい、このあたりですね。はい、はい、お願いいたします。お待ちしております。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ行きますよ。はい、今日のグッチョイ。はい、来ました。はい、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 それでは5月7日土曜日、はい、ファーストチョイスはリリーのスリル、セカンドチョイスはミスターノーバリー、はい、サードチョイスはリズムセクション、うん、はい、楽しみます。はい、はい、5月8日日曜日はファーストチョイス、うん、素顔のままに歌っております。はい、セカンドチョイスは、閉鎖病棟、はいはいはい、サードチョイスはプラダを着たアルファを楽しみます。はい、そしてその中でのチョイスは、はい、ミスターノーバディ、はい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 、リズムセクション、はい、そして閉鎖病棟それぞれの朝をチョイスいたしました。はいはいはい、なんでそんなにテンション高いの。はいはい、じゃあまずは、はい、ミスター、ミスターノーバディ、ね、はい、これね、あれですよね、あのちょっと話題になりましたよね。だから、うん、あの全く普通の人が、はい、突然ヒーローになるという、ね、そうですよね、ヒーローの、そう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 、ね、だから何にもあのなんか特別な人でも何でもなく、うん、逆に冴えてない、そうそう、全然冴えない人が、はい、ある日突然あのなんかヒーロー的になっちゃうんですね。はい、まあだからこれあのなんていうんですかね、あの多分パッと見てもこの人誰やったっけみたいな感じなんですよ。誰だっけなんですよ。だけどあの見ていくとだん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 そのヒーローになっていく様っていうかね、はい、あのものすごく共感していくという、はい、お話になってます。アクションスリラーっていう扱い、アクションですよ、ねえ、ねえ、僕もねこれ見たかったやつなんでまだ見てなくて、うん、ちょっと見たかったやつ、うん、あの本当になんていうんだろう、ハリウッドってねたまにね、うん、あの世間に対するなんかメッセージみたいなのを出す、今の世の中こういうことだよねみたいなやつを出したりもするけど、これまさにそうやなと思ってて、要は今の時代って誰か特別な人間がヒーローとしてこう活躍するっていうんじゃなくて、あの今そこにいるあなた自身が実はヒーローになれるんだよっていうことをこの作品は語りかけてるんじゃないかっていうやつなんですよね。はい、ぜひまた見ていただいてという感じですけども、はい、そしてこれがだからグッチョイ。そしてリズムセクション、はい、はい、
ブレイクライブリーが好きなんですよ。私めちゃめちゃ好きで、めっちゃ可愛いじゃないですか。あの笑顔がね、はいはいはい、チャーミングなので。あのブレイクライブラリーってあの、はい、何出てた人でしたっけ？オスプガールです。そうですね。はい。オスプガールセリーナ。はいはいはい。はい。セリーナです。はい。はいはい、もう。はい、ブレイクライブリーが見たくて、はい、これをちょいずつ作っておりますので、ぜひぜひね。内容とかは見たくない。内容は知らない。マジか。でもね、アクションスリラーなんで、はいはいはい、ドキドキしながら、はい。しかもね、ブレイクライブリーが、うん、あのショートカットなんですよ。はいはいはい、またそれも可愛いと思って、まああのね、ロングのイメージ。ロングですかね。金髪ロングのこのね、はい、お嬢様とかね、そういう感じの、はい、系がね、あの思っちゃうんですけど、ショートやんと思って、こうもうパッケージ見た瞬間にショートやんってなって、ぜひぜひ楽しもうと思って。それアクションだから、アクション、はい、ですね。うん、はいはいはい、内容の中でもすごいハラハラしそうだなっていう内容になってますので、ぜひぜひ、ね、はい、ちょっとちょっとは急に今英会話やってるから、洋画やからね、はい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 、はい、そして検査銀行それぞれの朝、待って待って、その前にグッチャー、あ、グッチャー、慣れてません、まだすいません、まだ慣れてません、はい、そして検査銀行それぞれの朝、はい、あ、日本の映画ですね、はい、はいはい、キャストは小福亭鶴瓶さん、はい、ね、はい、綾野剛さん、小松菜奈、奈緒さん、奈緒さん、小松菜奈ですね、はい、さんです、はい、こちら3名が、はい、はい、これだからね、あれなんですよね、あの鶴瓶さんが久しぶりの主演なんですよ、そうですよね、うんうんうん、あの、そう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 、10年ぶり、10年ぶり、リアドクター、そう、リアドクターの時に、あれだからですね、出てけ何さより、吉永さより、ああ、そうそうそう、ね、ちゃんとやったやつですね、はい、うん、でそれ以来の、うん、主演っていう、10年も経つんですね、え、あっちゅう間ですよね、うん、ついこの間も、はい、で、まあまあ綾野に、小松菜奈ちゃん、はい、小松菜奈ちゃんもね、ね、結婚しちゃいましたけど、はい、はい、まあ、綾野剛さんは、まあ、安定の、まあ、いろんなね、役をやってる人ですよね、はい、で影のある役がねすごく多いんですよ、うん、YouTube で叩かれてますけどね、まあね、いっぱい叩かれてますね、はい、でもなんかね、あれって結構役者さんってそういうぐらいの、うん、もうなんかじゃなかったらこんな演技できるのかなってやっぱり思ってきましたね、まあ、だからね、難しいのがそのほら芸人とか、まあ、まあ要は広く言えば芸人なんですよ、うん、だから、芸の肥やしにどこまでこうそれを肥やしと言えんのか、はいはい、それを許されるか許されないか、なかなかね、まあ、いろいろありますけど、はいはいはい、まあ、ね、やっぱりまあいい感じですけれども、はい、まあ、これもね結構あれなんですよ、だから閉鎖病棟っていう名前だから、なんか病気の話かなと思うんですけど、そうですね、違うんですよね、ただ、うん、要は犯罪をやった人とか、うん、そのまあ、ちょっと精神異常を引き起こした人とか、そういう人が精神科の病院のお話で、はい、 で、 まあ、でもそれでも改善して明るく生きていこうとするんだけれども、いろんなことがあるというお話で、はい、まあ、要はなかなか僕らがおどけない精神科病院の世界の話というので、はい、そこで起こる、まあ、そのしかも鶴瓶さんがやってる殺人犯なんですね、そういうその影のある演技を鶴瓶さんどう見せるかというのが、ね、また見せ場になってますから、はい、ぜひそれをみんなで楽しみたいなと思います、ということで、グッチャーイ、なんか来た、なんか来た、今すごいなんか気持ちいいぐらいのタイミングだった、ということで今日のグッチョイでした、ありがとうございます、ということでですね、はい、はい、エンディングでございますけれども、はい、まあ、今日もまあ盛りだくさんですね、盛りだくさんですね、まあ、間にちょっと5分ぐらい PV があったんで、ちょっと箸休めになってるかなと思うんですけど、はい、まあまあこんな感じでですね、もうどんどん情報をね、提供していきたいなと思いますので、まあ、特にね僕ね、このね、グッチョイ、はい、グッチョイですよ、グッチョイがこうね、
ね、もうどんどんここでこのいろんなその面白い作品がね、紹介されていったら、また皆さんが映画にね、目を向けていただいて、そしてさらにそれがあの新作映画に目向いていただいて、映画館に運んでいただければね、一番いいかなと思うんですけど、はい、僕らも映画作ってますんで、どんどんみんなで映画を楽しんでいきたいと思いますので、よろしくお願いします。今日はとりあえずマテリアルで、チョイスの日やってますから、そしてチョイバーがありますから、ぜひお越しいただきたいと思います。はい、ということで今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。